こんにちは、プロコマチャンネルです。今回はこちらの HG シャア専用ズゴックを2つ使って筆塗り、エアブラシの2種類の方法で迷彩塗装をやっていきます。プロコマ、いきます。似てるかな。 HG ズゴックは以前レビュー動画を作ったので、詳しくはそちらをご覧ください。今回は簡易的にご紹介します。ランナーは1、2、3枚、ポリキャップ、ホイールシールが付属します。黒い B ランナーは ABS なので、ラッカー系塗料で塗装するときは注意が必要です。仮組みするとこんな感じ。特徴的な丸みを帯びたプロポーションですね。それでは全塗装していきましょう。まずは合わせ目消しをしていきます。パーツの間に少し隙間を空けて、流し込み接着剤で隙間を埋めます。接着剤を流し込んだらしっかり圧着します。バイスなどを使ってしっかり押さえるのもいいでしょう。僕は100均でこんな小さいバイスを買いました。こんな感じでパーツ同士の隙間があったところに線がくっきり出れば完璧です。あとはデザインナイフでカンナ掛けをして浮き出た線を消します。最後に他のパーツと一緒にヤスリ掛けをすれば合わせ目は消えます。引きやらゲート跡やらが多いので、まずはヤスリ掛けをします。ゲート跡が残っているので400番のヤスリを丁寧にかけます。曲線の多いところは 10mm の紙ヤス、ゲート跡や平面の部分には電動ヤスリに 10mm の紙ヤスをくっつけて使います。全部のパーツにヤスリをかけたら一度超音波洗浄機で洗っておきます。 HG2 つ分なので2回に分けて洗浄しました。さすがに量が多すぎです。ズゴックの特徴的な爪をシャープに改造します。まずは爪の先端を斜めにニッパーで切り落とします。そしてヤスリで表面を整えたら完成です。アニメやゲームのものとはだいぶ印象が異なりますが、これは強そうですね。ディテールの彫り直しをします。使っているのは筋彫りカーバイト 0.2mm。 しっかり彫り込めたら仕上げに800番のヤスリで表面の傷をある程度除去します。普通はここで600番のヤスリを当ててから800番のヤスリをかけますが、少し強めに押し当てれば時短でだいたい800番くらいの表面を手に入れることができるみたいです。紙ヤスは品質がいいのでこういったことができるそうです。すべてのパーツに800番のヤスリをかけたら超音波洗浄機で再度洗浄、一晩乾燥します。では塗装に入っていきます。今回は下地に水性サーフェイサーのブラックを使います。あっという間に真っ黒になりました。塗装の時は表面の光の反射が均等になっているかを見ると均一に濡れているか分かりやすいですよ。黒い部分はサフのままいこうと思います。爪の部分はサフを吹かずにメタルブラックを塗ります。今回も基本的に全部の塗装は水性ホビーカラーを使います。さて、いよいよ本題の迷彩塗装に入ります。まずは基本色となるグリーンを塗ります。洗車用の特殊なグリーンだったと思いますが、正確に何という名前の色だったか忘れてしまったんですよね。塗装としてはベタ塗りで成型色が濃い赤のパーツもピンクのパーツも関係なく塗ります。ここから筆塗りとエアブラシ、2つのやり方で迷彩塗装をします。まずはエアブラシでやっていきます。こちらクラウド迷彩用マスキングシールを使って迷彩模様を表現します。シールを台紙から剥がしてマスキングテープと同じ要領でパーツに密着させます。密着が甘いと塗料が入り込んで塗装面が汚くなってしまうので、できる限りしっかり密着させます。貼るときはいろんな角度でランダムに貼り付けるとそれらしくなるそうです。1回目の貼り付けは少し少なめにして塗装をします。2色目はカーキにサンディイエローをほんの少し混ぜた色を塗装します。通常の塗装と同じ要領でしっかり塗装をします。よく乾燥させたらさっき貼ったマスキングシールはそのままに、その上からさらに貼り付けていきます。今回は少し多めに、そして前回貼ったシールに重なるように貼り付けてまた密着させます。最後に使用したのはダークアースです。塗料が乾燥したらピンセットで塗装に傷を入れないように慎重に剥がします。下の塗料が持っていかれることもなく綺麗に剥ぎ取れました。やってみるとこんな感じ。
ちょっと手間ですが、簡単に迷彩塗装することができました。ただ密着が甘かったのか、ところどころ塗料のはみ出しがあるので、それを修正していきます。修正に使うのは筆とサンディーブラウン。要するに汚くなってしまったところにそれっぽい迷彩を書き込んでごまかそうってことですね。すべてのパーツに書き込んだら光沢クリアを吹きます。こうすることでマスキングシールを使った時にできた段差が割と緩和されるみたいです。塗装剥げもある程度は防止できます。では筆塗りで迷彩塗装をやっていきます。やり方は簡単で、塗料5、薄め液1くらいの割合で薄めた塗料をそれっぽい形に塗っていきます。まずは細い筆で大体の輪郭を描いて、その中を塗りつぶします。フリーハンドでやっていきます。線が多少よれたり曲がったりしても迷彩塗装なので味になるかなと思います。エアブラシで基本塗装をした上に、洗車用のグリーン塗料とサンディーイエローで迷彩を描き込みます。この時1回でバッチリ決めようとはせずに、3回くらい乾燥しては塗り、乾燥しては塗りを繰り返すと、ある程度綺麗に塗装ができます。焦らずにゆっくりやりましょう。実は今回初挑戦なのですが、ここまでやることができました。こちらもエアブラシで塗装したものと同様に光沢クリアで塗装を保護します。筆塗り、エアブラシどちらも一旦組み立ててみましたが、爪が1本どこかに行ってしまいました。どれだけ探しても見つからなかったので、量産型ズゴックから爪を1本拝借し、メラミンスポンジでパレホのスチール色を塗ります。ポンポンポンと塗料を乗せて、これで乾かします。モノアイをいつも通り H アイズに乾燥します。裏をメッキシルバーで塗って、穴を開けたパーツに瞬間接着剤で固定します。仕上げにドライブラシをします。メイク用の筆に焼き鉄色をつけて、キッチンペーパーで拭き取り、エッジを中心にこすりつけます。最後に艶消しクリアで表面のツヤを整えたら完成です。いかがでしょうか。水中用のモビルスーツですが、色は完全に密林仕様に見えますね。モノアイを少し上に取り付けてしまったので、あまり目立ってないのは失敗かな。筆塗りもムラがそこまで目立たずにできたと思います。エアブラシの方はどうしても段差ができちゃうので、もっと薄拭きするとか工夫が必要かなと思います。マスキングシール自体はとっても品質が良くて使いやすかったですよ。慣れればもっと個性的な作品になりそうなので、今後も定期的に挑戦したいです。この動画が気に入っていただけたら、高評価チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。プラコマチャンネルでした。また次回。